この日記帳にどれだけの言葉を綴ってきたのだろう。自分の思いってなかなか伝わらないものなんだ。いろんな人との出会いがあって、楽しいこともあって、悲しいこともあって、その人たちにはそれぞれの生き方があって、私はその人たちに少なからず影響を受けて、もうこの日記帳を閉じよう。うん、私はシンガーソングライター。私の気持ちを歌にして表現し伝えたいと思う。皆さんにも辛い時や苦しい時あると思います。もちろん私にもあります。一人で悩んだり、誰にも相談できずに抱え込んで一人で泣いてしまう時もあると思います。でもそんな時にいつも支えてくれるのは、助けてくれるのは家族や友達、そして今あなたの隣にいる人かもしれません。あなたは一人じゃないんだよという気持ちを込めた曲となっています。歌詞に注目して聞いていただきたいと思います。それでは聞いてください。 For you。 あなたは笑っています。か夢を諦めてはいませんか。最近疲れてはいませんか。一人で泣いてはいませんか。震えることを抑えて雨の中泣き続けたんだ。心の傷はいつ治りますか。一体誰がわかるの。辛い時は泣けばいい。苦しい時は一人じゃなくてあなたの隣にいる人に支えてもらえばいいよ。あなたは笑っています。か夢を諦めてはいませんか。最近疲れてはいませんか。一人で泣いてはいませんか。
なたがあの時涙を見せなかったのは私が困ると思ったから、うまく言葉にできないのは私も同じだから、そばにいたい。悲しい夜の後には昨日とは違う明日が来ることを、届かないかもしれないけど今はただあなたに伝えたい。今まで一人で泣き続けた日々、もう前だけ見て歩き続けて、ずっと あなたは笑っていますか？夢を諦めてはいませんか？最近疲れてはいませんか？一人で泣いてはいませんか？辛い時は泣けばいい、苦しい時は一人じゃなくてあなたの隣にいる人に支えてもらえばいいよ。悲しい夜の後には昨日とは違う明日が来ることを、届かないかもしれないけど今はただあなたに伝えたい。あなたにただ伝えたい。それでは伊勢ヶ原アワースタートです。
皆さんこんにちは。総合エンタメバラエティプログラム伊勢ヶ原アワーの時間がやってきました。この放送はインターネット放送局 C-WAVE よりライブ放送をしています。本日のメインコンテンツは鈴木光という私鈴木光の鈴木光による鈴木光のためのコンテンツです。本当の自分、本当のやりたいことを探っていきます。それでは自己紹介をしたいと思います。高校3年シンガーソングライターの鈴木光です。よろしくお願いします。ありがとうございます。当番組ではメッセージをお待ちしております。私やゲストへの応援メッセージもお待ちしています。メールアドレスは senju@cwave.jp、 ツイッターはハッシュタグ伊勢ヶ原でつぶやいてください。生放送中はフレッシュにてコメントも可能です。お待ちしてます。 YouTube でご覧の皆様、今後の配信を見逃さないようにチャンネル登録お願いします。ほら右下のねチャンネル登録っていうボタンを押してみてください。押しました？大丈夫ですか？押した？押したね。はい、ありがとうございます。今後ともねチャンネル登録、そして私のライブとかもね載ってますので、ぜひ見てください。よろしくお願いします。はい、ひかるちゃんこんばんは。こんばんは。あ、こんばんは。よし、よかった。あ、もうすぐ。じゃあ、ちゃんと突っ込んでくれた。はい。プロデューサーの川原直樹でございます。よろしくお願いします。ごめんね、最初演奏してもらったけど、はい、ごめん、はい、カメラ割り間違えた。あ、ってことはどこだ、ところどころ画面が暗くなったりしたのは、あ、そう、川原さんがいたずらしたせいです。いいいたずらでした。大変申し訳ございませんでした。はい、いえいえいえ。で、うん、昨日ですよね。はい、そうですね。ね、センチュデクロスエンタメライブ、はい、出演お疲れ様でした。ありがとうございました。どうでした、他の番組出てみて。そうですね。一回ガチンコナイトには出たんだけど、うん、そうですね。はい、本格的に演奏とかして、あ、トークをしてっていうね。うん、今までなかったじゃん。そうですね、うん、ちゃんとなんかちゃんとちゃんとちゃんとっていうのもおかしいか、うん、なんかその前のガチンコナイトさんは、うん、トークだけだったので、うんうん、はい、今回は昨日のやつはですね、うん、ライブもさせていただいて、でそしていろいろ私のことを探っていただいて、うん、恥ずかしい話とか、恥ずかしい話、ほぼほぼ昨日のクリスマスの話で、うん、あれですけど盛り上がっちゃいましたけど、うん、とっても楽しかったですね。いや、びっくりして、サンタクロースの格好してたんだけどね。そうですね、うん、最初あまりにセクシーすぎて。そうそうそう、みんなにね言われました。羽織った方がいいよって、ね、そうそうそう、ね、でもちょっとしたセクシーな感じの絵もありつつのね放送でしたけど。ね、うん、アーカイブの方が出てますので、はい、C-WAVE の YouTube のチャンネルの方から、うんうん、探してみてください。はい、お願いします。え、うん、ね、どうなんだろう、うん、他の番組の音楽番組、まあ、C-WAVE の中では初めてなんだろうけど、うん、うん、緊張した？あー、どうなんだろうな、でも緊張 したかもしれない。うん、一緒に佐藤ゆきちゃんも出てたじゃん、うんうんうん、で西川口ハーツで以前ライブやった時に同じユニットでやってたよ ね、 だから、うん、あんな感じでゆきちゃんもマイク用意すればよかったと反省してます。あー、歌う時にね、そう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 、そう、ね、ハモリ、あー、そう、でもなんかね練習の時から、うん、なんかゆきは、うん、いらないよねみたいな自分で言ってて結構、うん、ね、抑えめな感じなんで、光に任せたって、そう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 。おおみたいな、まあ、まあ、ゲストだったのでね、まあまあ、まあ、それもそれで良かったんじゃないかなっていう、うん、なるほど。はい、ぜひ千住でクロスエンタメライブ、はい、こちらの方をねアーカイブの方探してみてください。はい、
それとあとお知らせというかあれなんですけども、うん、あの足立区にある銭湯、はい、宝屋湯さんですね、うんうんうん、あの何回かご説明させていただいてるんですが、はい、あの庭園が素晴らしい銭湯で、ね、素晴らしいですよね、うん、でこちらの銭湯があの、うん、その縁側が見れるのは通常男湯なんだけど、そうですね、水曜日だけ入れ替わる、うん、はい、うん、女湯、女湯ってことですよね、うん、側で縁側が見れるっていうやつなんですけど、うんうん、こちらの方で今ですね行われてるのがザ・クイーン・オブ・縁側2018、お、うん、はい、あのその水曜日に写真を撮って、はい、その写真を、うん、展示してくれてる、あとホームページ上にアップしてくれてる、 そうですね、はい、その中からクイーン・オブ・縁側を選ぶという企画の方をやってまして、はい、でこちらの方があの投票は、まあ、うん、あの来月までやってるんですけども、うんうん、写真の提出というのが今月末までなんですね。あ、そうなんですね。ということは、はい、ということは、ということは水曜日、水曜日最後、あ、お、気づいた。ん、今日って何、いつ、あ、今日っていつ今日26か、はい、あ、そっか、うん、あ、もう終わっちゃうか。そうなので、行くとしたらもうこの鈴木光という私を見終わったら速攻で、そうだね、うん、銭湯に行って、そうです、写真を撮って そうですね、うん、速攻で出さないといけないですね。そうそう、うんうんうん、ね、あの出たい方はあの 今すぐじゃないですね、この番組が終わったら、ね、東京都足立区千住元町27-1、はい、こちらの宝湯さん、うんうん、の方に行ってみてくださいと、はい、ぜひぜひ、うん、でこの宝湯さんなんですけども、そのホームページ上でも、うん、あのその写真の方をアップしてまして、投票ができますと、はい、はい、できます、うん、で鈴木光もね、うん、写真を撮ってね、撮らせていただきましたね、はい、ありがとうございます。あのごめん、あの写真をね仕込もうと思ったけどね、うん、写真仕込むの忘れた。ああ、写真はねぜひあのホームページ上で見てもらえればいいかなと、ね、そこで確認していただいて、うん、はい、でひかるちゃんのはね、あの浴衣を着て、うんうんうん、あの足立区でこれから盛り上げていこうというカレンテマリ、うん、あ、そうですね、うん、カレンテマリのイヤリングをつけた写真の方を提出させていただいてます、はいはいはい、ぜひそちらの方ねチェックして行ってみてください。お願いします。というところでですね、うん、本日はちょっとゲストの方がね、そうなんですよ、はい、本来であればいつもだったらゲストを来ていただいてって言うんですけども、ちょっと、ね、今日は忙しく、ちょっとね、お忙しいらしくてね、うん、ですけどね、はい、あのピックアップアーティストとしてちょっと取り上げさせていただきたいと思います。そうですね、はい、それではじゃあ私の方からご紹介したいと思います、はい、自己紹介、自己紹介、うんうん、あのバンドの紹介ですね、はい、アーティストさんのご紹介をしたいと思います。さて本日はですね、ピックアップアーティストとしてあるバンドを紹介させていただきたいと思います、繊細なボーカルとパワフルな演奏で魅了するオーバーウェルムです。ライブ映像が届いていますので早速ご覧いただきましょう。どうぞ。抱きしめてそう思った、君がそうさせてくれ。触って思い連なる思い蓋は皿
れた。三センチほどの勇気も出
皿わからなくなってゆく。いつありばかり言葉にしてまた僕を失う。いつも僕ばっかりこんなこと考え。いればいいよ。たくさんの大人たちに言われ続けたセリフが綺麗事ばっか言葉にしてまた僕を迷わす。綺麗になりそう。こんなことばっか準備はいいかそんなの不満さ。心のルピッツに君は反応。Oh no、 これが指さます反応。心の問いに体が反応。You know、 そんな君 You know、 どっからさらにテンションは上昇。限界そんなのはスイートなガス。弱音は吐かずに耳を傾け。この音楽も体で感じて目を見開いて前を向け。そうさ俺らがオーバーウェル。今から今度は音楽の体現。見せてみまえらの力の気が赴くままに体を揺らせ。 I'm ready、 ショッルナはアバディーやぞーら。今はただ叫んで歌おう。さあ苦しい過去全部僕たちが消し去ってなくしてあげよう。
はい、オーバーウェルムのライブ映像をご覧いただきました。すべての聞いてくれた人、見てくれた人を後押し、その人の人生を変えられるような世界に通用するアーティストを目指し日々活動されています。ライブ情報などはホームページやツイッターをご覧ください。それではですね、オーバーウェルムの皆さん、自己紹介を少しお願いします。こんにちは、オーバーウェルムのギターの薄井翔太と言います。よろしくお願いします。お願いします。同じくオーバーウェルムのギターの北川幸喜です。よろしくお願いします。オーバーウェルムベースの吉田飛龍です。よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。どう、あのね、今映像の方見ていただいたんですけども、あの繊細なボーカルとパワフルな演奏で、なそれがマッチしてる感じなんだけど、うん、デスボイスも出るんだね。そうですね、うん、確かにボーカルの方が、はい、そうです。あ、うん、なんかね、なんて言うんだろう、あのパワフルなんだけど、そこに乗ってくるボーカルがちょっと普通のイメージとは違って、うん、柔らかな感じになってポップでいいかなと思うんだけどね。ひかるちゃんどうだった？私はあのシンガーソングライターを普段やっていて、あのたまにここであのこういう MC とかもしてるんですけど、曲作りとかっていつもどうされてるんですかね？基本的にメンバー全員作るんですけど、今聴いてもらった曲は大体が彼が、幸喜くんが作ってますね。すごい、そうなんですね。そうなんですね。実際あのどのあたりでいつもライブとかってやられてますか？そうですね、まだライブ本数はそこまで多くはないんですけど、都内で、そうですね、今見てもらった映像は、うん、目黒のライブステーションというライブハウスでやらせていただいた時のもので、うん、その他にも、赤坂でやらせていただいたりとか、うん、下北沢でやらせていただいたりとか、うん、あ、下北、いろいろとありますね。これから目指す方向性というか、こうなっていきたいぞっていうのなんかある？そうですね、だいぶ大きく出ても大丈夫ですか？うん、ああもちろんもちろん。行きましょう行きましょう。そうですね、はい、世界に通用するアーティストっていうのは先ほど言っていただいたんですけど、本当にそこを目指していて、うん、世界のどの国に行っても、うん、オーバーウェルム知ってるみたいな、うん、あのバンドかっこいいよねって言われるような、そんなアーティストに、うん、バンドになっていきたいなと思っています。素晴らしい。すごいですね。これまだ音源とかってごめんね、あのまだ何も、うんうん、実際今、はい、ね、会って初めて喋ってるもんね俺とね。そうですね。取材も何もなしに喋ってるんですけど、音源とかってなんか出したりしてるんですか？はい、今音源を制作中でして、お、今聞いてもらったのはライブ映像にこうデモの音源をつけさせていただいてるんですけど、うん、そのデモの音源はですね、YouTube の方に上がっていまして、うん、ホームページを見ていただくと一番下の方に、リンクが貼ってあるので、よかったらぜひ見てみてください。はいはい、なるほどね。あの近々ライブの予定とかっていうのはありますか？うん、そうですね、決まっているんですが、まだ情報解禁がまだなので、うん、詳しくは言えないんですけど、うん、じゃあもうね、詳細をどん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  SNS とかチェックして、はい、ツイッターの方で随時更新していっているので、あ、はい、詳しくは言えないんですけど、1月の、うん、下旬ですね、うん、1月の下旬に1本決まってまして、うん、そちらの方もツイッターと見ていただいて確認していただけたらなと思います。はい、お、じゃあ最後に一応ね、全世界に向かって YouTube で配信してますので、はい、全世界に向けて何かメッセージがあれば。はい、メッセージですか。もうメッセージ、伝えたいことはもういろいろと曲で伝えているので、特に多く言うことはそこまでないんですけど。かっけえ。ありがとうございます。とりあえずそうですね、僕たち死ぬほど全力で頑張っていて今、うん、まあ、死んでないんでまだまだまだなんですけど。死ぬほど、ここから2018年終わって、また2019年、
これから今の2倍も3倍ももっともっと大きくなれるように僕たち頑張っていくので、うん、オーバーウェルム応援よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあオーバーウェルムさん、あの番組終了までお付き合いください。はい、お願いします。ありがとうございます。ね、あのひかるちゃん、はい、うん、あの今日でですね、はい、あの伊勢川ラーは鈴木ひかるという私、はい、実は最終回なんですよね今日。そうなんですよ、うん、はい、ね、今までどんな人を出てたっけ。どんな人、うん、そうですね、日村が行く、うん、アメーバ TV でやってる日村が行くに出てた、うん、河合安寿ちゃん、うん、この子もシンガーソングライターの子で、うん、私はその時にあの、うん、河合安寿ちゃんと出会ったのが、うん、私は審査員側の方にいて、うん、で安寿ちゃんは、歌ってる方にいて、うん、で私がお誘いをして、うん、で出てくれて、うん、でなんかもう今はもう友達みたいになってるんですけど、うん、また出てほしいなと思っています。なるほど。あとはですね、うん、朝倉誠さん、うん、いや室久奥六さん、うん、小堀郁夫美さん、はい、出ていただいたよ ね、 そうですね。思えばあれだよね、あの、はい、伊勢河原という番組に、うん、ちょうど1年前にひかるちゃんがゲストとして出て、はい、そうですね、そのままゲストじゃなくてレギュラーでどうって言って始まったものなんですけども、うん、なんとこの度伊勢川ラワーから卒業ということで、はい、卒業、はい、そうですね、卒業、卒業というか独立だね。独立、うん、ですね、ですね、はい、なんか独立するにあたって、うん、はい、なんか新番組始まるんだって。そうですね、うん、なんていう番組。今さっき本当に決めた感じなんですが、うん、新番組の、タイトルは今恋してるっていうタイトルに決まりまして。お、内容とかって言っていいんですかね。言っていいよ。そうですね、私鈴木ひかるが、メイン MC としてやるんですけど、アシスタントで、うん、結城優香さんが、うん、一緒に私と2人で、外にね出られたら、街で、いる方、うん、街でブラブラしてる方とか、ブラブラしてるやつをブラブラしてる方、うん、インタビュー形式で捕まえて、そうです、収録していきたいと思っています。おお、なかなか大変だぞ、はい、これプロデューサーさんね。プロデューサーさんが大変かもしれないですけど、うん、はい。でこれがいつやるんだろうか。これは、毎月第1水曜日の、15時半からの放送です。おで初回のみ、うん、1月の16日ですね、はい、なるほど、ということです ね、 ね ほ、はい、ほぼほぼついさっき決まったことばっかなんでね。そうなんですね、近々詳細は、そうそう、はい、Facebook のページも立ち上げますので、そちらの方もぜひご覧ください、うん、はい、よろしくお願いします。はい、ではここで伊勢川原からのお知らせです。ひかるちゃん、告知があればお願いします。告知は、じゃあ、1月の17日に、西川口ハーツさんで、うんうん、17日って言った方がいいかな。17日っていう言い方ないよね。17日いや17日、1月の、17日ですね、うん、はい、埼玉の方の西川口ハーツさんで、うん、バンドとして、出ますので、ぜひよろしくお願いします。おあとは、1月の24と25は、うん、埼玉と栃木テレビに出させていただいているので、うん、はい、そちら の、 詳細とかはツイッターとかで、告知するのでよろしくお願いします、うん、はい、はい、じゃあその他の告知はちょっと私の方からさせていただきますね、うん、はい、お願いします。伊勢川原メンバーの小川光介の音源が公式ホームページおよびライブ会場にて購入可能です。であとラジオ版伊勢河原ちんまり伊勢河原ですね、こちらの方がジャパンクロスラジオ内の C ウェーブチャンネルで毎日22時半から23時まで放送中です。今週は諸角屋千歳師匠、
を交えて鍋を食べながら収録したものを、きりたんぽを食べましたね、やらせていただいておりますので、ぜひ聞いてみてください、はい、で1月20日にですね、伊勢河原ライブ、はい、はい、こちらの方が春日部のキッチン職場ビレッジにて開催されます。詳細は SNS、うん、こちらの方をご確認ください。はい、お願いします。で伊勢河原から肝心なお知らせです。はい、はい、伊勢河原の放送日が変わります。はい、毎月第1月曜日19時半からの放送になりますね、うん、はい、1時間番組になります。初回が1月7日になりますので、ぜひ皆さん、はい、もう夜の番組だからね、7時からですよね、うん、見に来てもいいよ、はい、フレッシュコメントガンガン来てもいいよ、ぜひぜひください ね、 夜なので、ね、よろしく、いろんな方が見てくれると思いますね、はい、以上はあの告知でした。はい、それでは、北千住駅東口、シーウェーブスタジオ千住ハウスから生放送でお届けしてきました伊勢河原アワー鈴木光という私、いかがでしたでしょうか。オーバーウェルムの皆さん、どうでしたか。楽しかったです。先ほどね、来たばっかりですもんね、はい、そうですね、はい、うん、私もちょっと緊張しちゃったんですけど、うん、どうですかね、ね、間に合えばよかったけどね、大丈夫、大丈夫だよ。でコメント来てるみたいだよ、はい、間に合うかな。あ、バンドかっこいいって来てますね。ありがとうございます。ウェルム最高、もっと聞きたいとか、たくさん聞いてください。イケメン揃いって書いてますよ。嬉しいですね。照れますね。嬉しいです。イケメンですね。ボーカルの方もかっこいいですよね。あ、もうイケメンです。ね、アストビ、あの学校の舞台のアストビの時に、ね、あのオーバーウェルムさん知りまして、はい、ありがとうございます。かっこいいなと思ってました。ありがとうございます。はい。はい、あとは、ね、この後ね、あのラジオの収録させてもらいますので、はい、はい、うん、お願いします。そっちの方でね、あの、はい、ガンガン話も聞いていきたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。ねえ、ひかるちゃん、はい、今日で最後だよ。最後です ね、 ね、なんか皆さんに言うことありますか。言うこと、うん、言うこと、うん、そうですね、うーん、初めてあのこういう一人でやる、こうなんだろう、 MC とかは、うん、あの初めてだったんですけど、うん、初めてでなんか緊張しながら、うん、あのプロデューサーさんの川原さんと一緒に協力しながら、うん、作ってきた番組なんですけど、ごめんね、ダメダメプロデューサー。いや全然そうですね、今までシンガーソングライターとしてしか活動してなかったので、うん、自分のなんだろう、経験の幅が広がったんじゃないかなと思います。あ、そう言ってくれると助かるわ。はい。ね、本日もね、残念ながら、うん、もう伊勢河原アワーの終わりの時間がやってまいりましたね。はい、本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。本日で私、鈴木光は伊勢河原アワーから、独立いたします。今までありがとうございました。ありがとうございます。立った方がいいですか。うん、ありがとうございます。じゃあ1月7日伊勢河原も見てください、はい、よろしくお願いします。お願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。